イエーイ、クッキーラン盛り上げていこうぜー。クッキーランだけじゃない、地球丸ごと盛り上げていこうぜ。そんなわけで深夜です。今回は強化されたプリンセス味クッキーを使っていきます。この子は能力が10秒ごとに発動する代わりにタノコみたいにクッキー固有結界に入ったりしません。そのため無敵になって障害物無視したりもできず、倒れる直前に能力状態になれば体力ない状態で走れるなんてこともできません。でもまあそこはこの手の能力が頻繁に発動するタイプの子にはありがちなデメリットで、その代わりに頻繁に発動する分、発動できなかった時のスコアロスが少ないのよね。約30秒貯めて発動する子はスコアも大きいけど、1回ぶつかると30秒貯めた分ロスして、プリンセスは10秒ごとに発動するから、ロスするとしても10秒分なんだぜ。感覚的な話ですが、ミスした時のロスが少ないって感じです。今のミスしまくり環境ではありかもしれないわね。それで、実際にありかどうかは、スコアが出るかどうかで決まるんだけど、正直競技には体力面で借り合ってないし、スコアも言うほどでないんだぜ。昔前はレアクッキーは強化されるとスーパーレアよりも強いってことがよくあったんですが、今はスーパーレアよりも抑えられてますね。プリンセスもスーパーレア以下程度に抑えられてます。最新スーパーレアクッキーどころか1年くらい前のクッキーにもスコアで負けてます。強化されたはされたけど、使えるように強化されたわけではないって感じ。何のための強化だったんでしょうか。言いたいことがままなりませんが、とりあえずスコアも出ないし強くもないので強化はされましたが気にしなくて大丈夫です。それで体力的な噛み合いは、大ポーション2つがベストで、エンジン積めば3つ目も取れるという感じ。ただ、スコアも低いし3つという意味も薄いかなと、基本的にコンビ前で発動回数増やせるなら取るべきですが、ワンチャンバトン後クッキーに大ポーション譲った方が、スコア高くなるんじゃあるまいか。ちなみに、ここの英雄神殿ステージ以外だと、エンジンにさらに地図を積まないと距離足りなかったり、あーダメだ、追ってられると思ったのに、何かやらないといけないことやり始めると眠くなるやつだ。そしてこういう時に割り切ってちゃんと眠れる人が、いわゆるできる人なんだろうなと思います。自分は作業興奮が発動するとある程度作業を終わらせたくなります。そのせいで崩れる生活リズム。最近朝起きて夜寝てたのに、いつの間にか深夜に寝るようになって朝10時に起きるようになってた。10時に起き始めたらもう終わりの始まりですよ。そういうわけで昨日の晩ご飯はちゃんぽんスープの鍋でしたが、それがちょっと好みの味でしたね。白く細長いキノコともやしと豚肉がメインで入ってたけど、ちゃんぽんのドロッとしたスープとそれらの具材がごちゃごちゃに混ざってて、一つ一つの具材を取って食べるタイプではなく、一気に掴んでむさぼり食べるタイプで、もやしとキノコと豚肉の食感を楽しめて、ちゃんぽんスープも美味しくて、味変で胡椒を入れると飽きませんでしたね。ちゃんぽんのスープと胡椒の親和性は何なのか。あれはもう胡椒を入れるためのスープなのでは。しかし誕生日ケーキがあったため腹八分で抑え、ケーキを迎え撃ちました。誕生日ケーキはろうそくの火を消すのが嫌で嫌いでしたが、今年はなくて一安心。ああいう、やりたくないことを、やった方がいいんだろうなという空気感と、やったら喜ぶんだろうなという気持ちで言ってると、自分の心の中でやりたくない気持ちとやらないといけない気持ちが拮抗してニートになる要因になるのかもしれない。やりたくないって言った時に、やりなさいって言ってくる親の顔、あれは怖いですね。幼いアイルンの心は折れました。何はともあれケーキは美味しかったです。アイルンの金銭感覚が小学生のままだというのは有名な話ですが、ケーキは記念日くらいにしか買えないイメージがあります。でも店によっては300円、400円くらいで買えて、それくらいなら週末に一つ食べたりを習慣にできたりもできそうな感じ。ケーキ屋のお姉さんとも仲良くなったりして、陰であだ名つけられたりして、こそこそ話であだ名で呼ばれてることに気づいて、その店に行けなくなったりするんだぜ。まあまあコンビニスイーツがそれくらいの値段するので、本場のケーキとかはもっと高いと思ってましたが、似たような値段ならケーキ食べた方が満足しそうです。でも一番はコンビニで目についたスイーツを買って食べることですね。自分が失敗したのが、それをできなかったことで。高卒の新卒で月給15万程度と早え、自由に使える金はかなり多いんだから、貯めること考えずに使うべきなんですよね。自分は老後のこと考えて使わず貯めてましたが、そうすると働いても金を得てる気になれなくて、何のために働いてるんだろうと。なので新卒で働き始める人は自分を甘やかしてね。そしてスパチャとかしよう。スパチャ待ってます。自分はお金使いたい欲はないけど、定期的にガチャを引きたくなってしまうようになって。ガチャ欲はかなり薄い方だけど、何なんだろう。ガチャ欲強いからやめられないんだぜ。最終的には課金はしませんが、課金したいなという気持ちになります。でもお金もらったら多分貯金します。貯金の悪魔に取り憑かれてるので、はした金を貯金して貯めてます。貯金をするとストレスも溜まるので、定期的な散財はすべきだなと。一体何の話をしてるんだ。まぶたが重いよ。ロンガンもまぶた重そう。ここの稲妻の障害物にぶつかって弾けとブロンガンは見れませんでしたが、バトンコでロンガン使ってもスコアは少ないのでプリンセスは弱いですね。そんなわけで最後までご視聴ありがとうございました。おつぶた様でした。よし、